とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日も妖怪学園 YYY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。今日はね、きらぼしラビリンスマタロウで行きます。使うヒーローは T ラインラストじゃないよ、ラストじゃなくって普通の T ラインで極に挑みます。いくよ。T ライン、 T ラインってほとんど使ったことなくないですか？俺 T ラインってほんと使ったことない。ラスト T ラインはあるんだけど、もうほんとなんだろうね、入手する場所があんまり変わらないぐらいだから、ならステータスの高いラストでいいじゃんって思う感じだよね。なんでちょっと残念な人じゃない？T ラインってなんかそんな気がする。はい、まあ今日は T ラインでね、ソロ攻略をやっていきます。じゃあボスそのままいきますね。よし、ではボス来ました。どうなんだ、微妙微妙。 TG ブラスターは範囲が広くていいかなと思ったけど、全体的にねダメージあんまり取れないね。ダメージは風花先輩よりも出せないかな。風花先輩、あ、風花先輩と変わらんないか。なんかもうちょっと攻撃力高くてもいいような気もするんだけどね。ちょっと微妙だな。TG ブラスターは当てれる？あ、 TG は当てれる。これはベールの上からでもダメージ与えれますね。あーっと、ゼロ氷塊ストームはダメだね。レズソードも、あー、ダメだ。結構考えていかなきゃいけないね。危ない。これ当たる手前で爆発するから、それを考えて回避しなきゃいけないもんね。あ、いやいや、通常攻撃当たってただけか。普通に上からダメージは与えれるみたいです。まあでもやっぱり攻撃力はちょっと少ないな。ちょっと低い。もうちょっと高くあってほしいけどね。でもまあ極ボスだからこんなもんなんだろうね。僕にこれだけダメージ与えれれば十分なのか。まあ、一応攻撃力はね、装備品で結構上げてきてるから、これでも上がってる方なのよね。まあ極なんてそうだもんね。何人かで、もう4人で行ってダメージガンガン当てて倒すようなやつだから、そうだわな。これが普通じゃないんだ。よし、しかし時間かかる。これね、 T ラインって絶対あれだよね、 TT 兄弟だよね。 TT 兄弟が出てからこれ作ったよね、絶対そんな気がするんだけど。うわ、まあ、真相は分からない。どうなんでしょう。あ、エグゾソードは、エグゾードはあれか、近距離で当てると2回ヒットするタイプか。で、近距離で当てた時はマジカルベールで2発目を弾かれるってくる感じね。なるほど、抜けちゃうよ。よし、いえ、あ、やっぱり2、あ、でも2回ヒットって言っても2発目506のダメージって微妙すぎ。TG ブラスターはやっぱ範囲が広いから使いやすい。おしまいだ。やっぱり時間かかる。いや
っぱり時間かかるね。決める。さあここもある程度の長期戦は覚悟していきましょう。あぶねえ。どうだ。でもザコ的は多分倒しやすいと思うけどね、他のキャラよりは。 TG ブラスターが結構範囲広いから。 TG ブラスター、あぶねえ。しザコもここいっぱい倒せれるから、まあ美味しい敵ではあるかな。うん、経験値も入るし、アイテムも結構入手できると思うんで。危ない。おいし、プラズマはほんとこ注意ね、要注意でやっていこう。 OK、 H の結晶めちゃくちゃ出るな。ここ H の結晶ここめちゃくちゃ出るよ。あぶねえ。え、なんで今のダメージゼロストームがそのぐらいのダメージなの。もしかして耐性があるとか、氷耐性がある。まあ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 そうだよね、氷の氷っぽい星の人だからね。あぶね。いや単純に今防御が上がってるだけか。そうだと思う。今なんか防御上がってるもんね。よし、避けるよ。避け方がちょっと慣れてきたかな。あ、プラズマ来た、プラズマ来た、プラズマ来た。やべ、プラズマ食らうと死ぬ。じゃあプラズマ危ねえ。プラズママジで危ないからね、要注意。危ねえ。まあちょっと長期戦になりそうなんで、このまま最後の方まで削っていきます。よし、もう少しです。いやー、ちょっと待て、最後の最後ちょっと粘ってくるな。まああとちょっとで終わりなんで決めましょう。このシャドウマンからさ、コイン出るのね、めちゃくちゃ美味しかった。じゃあまだか。 TG ブラスター、雑魚敵がまだ残ってるんで、まだちょっとね油断せずにいきましょう。ああと一発か。 TG ブラスター T まあ改めて T ライン使ってみました。多分みんなもあんまり使ったことないんじゃないかな。ではね、また出していきますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。そいや。